な何見てんの？分かりにならないの？何がよ、私たちそっくりじゃありません？そっくり？あんたと私が？それじゃあちょっと横向いてみてよ。次は反対側。やっぱ違う。あんたの目の方が私よりくっついてる。それにその耳、えらいでかいよね。はっきり言って歯並びも悪いし。ああ、それにその鼻。ま、整形って手があるからいいけど。私が当てます。フェンシングの腕の違いでしょ。それとも品があるかないか、どちらかしら。ドアはどこよ。ママ今すぐドア返して。確かに反省室行った。でもステイシーが私にガンガンバレーボールぶつけてくるから悪いんだよ。あの子病的ないびり魔だもん。ママが無関心だから気づかないだけよ。先生が陰険だから。そう、私のこといじめて楽しんでんの。今日だってジェイクが話しかけてくれたのに。彼すんごいかっこいいんだ。ママ反省室ほらこれだもん。だからママに話すの嫌なんだよ。ああ、もう人生めちゃくちゃ。明日こそこんなうち出てってやる。私は世界の中心、ニューヨーク生まれのニューヨーク育ち。でもママがニュージャージーへの引っ越しを決めちゃった。最悪、そんなのって絶対受け入れられない。大好きな街に実は私だけ残れたんだって想像したくなるよね。さよなら私のゆりかご、さよなら知的刺激に満ちた街よ。ローラ、今日から私の名前はローラよ。5歳の時から私本当の名前を知ってんだから。鳩の家族に紛れ込んだフラミンゴ、それが私。子供の初登校日に親が泣くのはわかるけど、それって普通は小学校の時でしょ。私は16歳、今まで家で教育されたの。言いたいことはわかってる。そういう子って変人が多い。じゃなきゃなんかの宗教儀式にハマってるとか。でもうちはごく普通の家庭。まあ両親とも動物学者で、12年間アフリカで暮らしてはいたけど楽しい毎日だった。ところが母がこっちの大学で教えることになって、アフリカとはバイバイして高校に入ることになった。ああ、パパが車買ってくれたの。素敵でしょ、卒業の祝いなんだ。だけどレースに出るわけじゃないし、これなら気軽に乗れるから。はあ、もうやっぱりダメね。これクレイジーデイブのところ返してくる。じゃあねケビン。ふざけないで、こいつ暴走したのよ。ハービー、私がつけたんじゃないからね。なんかうまく言えないけど、最後のターンでトリップにブロックされて思ったの。スケボーでならガードレールの上滑って抜いてやるのにって。あっさり言うけど簡単には見つからない。そんじゃそこらの男は相手にしないもん。事実でしょ、美人で洗礼されててお誘い多くて着るものないなんて悩んだりしない人だもん。ミス・ブレイデン、すみません、ペギーさん。ではご説明いたします。もちろんどんどんなさってください。まずですね、今回基本のコンセプトはカーニバルで行こうと思うんです。 VIP やセレブや音楽業界の方、皆さんどなたもご一緒に楽しんでいただきます。そして全員にマスクをつけてもらいます。やよ、そんなダサい服着られない。ゲロみたいだし。知ってる、知ってるから黙ってて。分かった。ギターのための独白。死は簡単に訪れる。空中に身を投げ神に手を振るだけでいい。神は愛に満ちているが、必ずしも救ってくれる保証はない。だから排気ガスを吸い込んでおいて、翌朝トーストを食べようと思うのは間違い。焼かれるのはあなた。政府が配偶者に支給するお金は月に135ドルよ。お金目当てじゃ合わない。退役軍人なの。父はウィリアム、新郎は出征すべきだって。今結婚すればドイツの駐留になる。独身のままなら彼はベトナムの最前線行き。父は卑怯者だって言ってる。毎日若者が遺体袋に入って次々と帰国してる。先週は同級生が2人も死んだわ。私との結婚で死なずに済むならしてあげたい。会ったこともない。なぜ拳銃を2丁も。会ったこともない。なぜ拳銃を2丁も。さあね。だけどニューヨークにいるのは確か。ニューアルバム聞いた？ええ、知らないの？ほんとすごくいい。ねえ、買ってくれば？で、アルバムにサインしてもらうの。ねえ、あのね、私たち後で映画に行くんだけど。聞いてる？あなたも来る？だから映画見に行くの。よかったら来ない？少ししてジェリーが行こうって。でも私は引き止めたの。そのうち私も帰りたくなって。それで帰ろうとしたらタクシーが止まって、見たらジョンだった。わかってる、地獄だよ。木で決めるわけないじゃん、うん、ろくに知らないばあさんと。どうして私が一緒に住みたいと思うわけ。ママにとって邪魔だから家を出てあげたの。ママがそんな変人じゃなきゃ普通に飛行機で来て話もしないうちに着いたんじゃん。ママの勝ちだよ。よかったね、厄介払いできて。もういい加減私の人生に関わんないで。早く行けって。いるものがあったらまたお願いね。どうでもいいけど忘れないで。私はエディターよ。ほらね、キンバリー・キーガンアソシエイトエディター。どうこれ、あんたの名刺肩書きどうなってる。ああそっか、アシスタントだもんね。残念、たった2週間で私はあんたを軽く飛び越しちゃったのよ。ひょっとするとあんたはこのまま一生アシスタントかもね。ああその名刺あげる、いっぱいあるから。そうです、完璧に妊婦です。今はホルモンのバランスが崩れる時期だから頭がごちゃごちゃで話が適当になってしまうんです。
でも妊娠の話は事実です。驚きですよね。まるで嘘みたいな話ですが本当です。感謝します、ジェリーさん。このご恩は決して忘れません。お腹の子も。来週三者面談を仕切り直してもらいましょう。アドバイスって？ごめんね、パパ。世の中クソ、議員が狙われるなんてママどう思う？ねえ、私彼氏にプロポーズされるかも。でもその前にやることが。仕事も考えてるよ、モデルとか。ハードなプレイって好きよ。私のサイト人気あるんだから。みんなが欲しがるものを見せてるだけ。私自身をさらけ出してると。やだ、何なのこれ。あんたパフォーマンスの間に私のことブログに書いた？フォーチュンクッキーから苦労続きよ。審査を引き受けたのは叶わない夢を追っている若い子たちが心配だから。私にはその苦しみがよくわかるの。だから全面的に応援してやりたいわ。これって放送されないの？好感度上げるために気合い入れてきたのに。じゃあもしかして赤いボタンを押したり椅子が回転したりもしないわけ？ステージの子を指さして、あなたと仕事したいわって言うのもなし？